動画で使う音楽の終わりで苦労している方、きっと今日の動画は役に立つと思います。皆さんこんにちは。今日もダヴィンチの館へようこそ。いきなりですが、皆さんは映像制作で音楽を使っていますか？全く同じ映像でも、その音楽一つでその映像の雰囲気やその情景を連想させる重要な要素の一つです。特にその音楽の始めと終わりっていうのは、その映像にとってはとても重要な要素です。まあこんなことわざがあります。終わり良ければ全て良しというようなことわざがあるように、その音楽と映像で美しく幕を閉じることによって、視聴者に対して次の映像もまた見てみたい、次の動画もまた見てみたいという強い印象を与えれるかどうかが、この音楽の非常に重要な要素の一つだと思ってます。今回はそんな音楽の終わりをリバーブという方法を使って表現させていこうと思います。リバーブっていうのは直訳すると残響音ということになると思いますが、エコーとリバーブって似てるようで、実はね全然違います。ちょっとエコーとリバーブを2つ聞き比べてみてください。まずはエコーから。はい、次にリバーブ。はい、このようにね2つ大きく違いがあります。エコーっていうのは曲の最後に山彦のように後から曲がついてくる、これがエコーです。一方リバーブはまるで大浴場で声が反響しているかのような残響音が聞こえるのがリバーブになります。どちらも曲の終わりに使うことができるんですが、今回は残響音であるこのリバーブについて解説していきます。この動画をご覧いただいて、これからの動画制作にぜひ役立ててみてください。それとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは早速ダヴィンチの方に参りましょう。はい、それでは早速やっていきましょう。先ほどの解説ではリバーブとエコーの違いの曲を聴いていただきましたけども、実はあの曲聴いていただいたのはオリジナルの曲がこれです。はい、これがオリジナルの曲です。皆さんお分かりかと思いますけども、この曲もうすでに終わりなんですよね。先ほどはこの終わりの曲を聴いてもらっただけです。ここにエコーをかけたりリバーブをかけるとこういう風になります。はい、これがオリジナルの曲にリバーブをかけた状態ですね。でも皆さんね、こういうことをやりたいのではなくて、おそらくね曲の途中でこう終わりたい、そういう時もあると思います。この曲の終わりにリバーブをかけたりするのはどちらかというと少ないじゃないかなと思います。ですので今回は曲の終わりではなくて、曲の途中で曲を終わらせて、そこにいかにも終わった曲のように聴かせるリバーブというのを使っていきます。では実際にどこで終わらせる曲なのかはこちらで聴いてください。これはですね、曲の本当に途中のところで切りまして、だいたい30秒のプロモーションビデオを作ろうかなという時にこういうふうに曲の途中で終わらせるというような作業をする場合があります。まず一番簡単な方法としてはこういう方法があります。はい、こちらをご覧ください。これもだいたい30秒程度で切りました。これは実際には26秒になってますけども、ご覧いただいてわかるかと思いますが、ここに切れ目が入ってます。これはですね、実際にはこう話すと曲のこの部分と最後の方のこの部分をくっつけて、このようにあたかも途中の切れ目がわからないかのようにくっつけてこういう一曲にしてみました。こういう方法もできる曲ならこれで大丈夫だと思います。むしろこういうふうにできるのなら、曲の終わりがしっかりと動画の方に収まっているのならこれで私はねいいかなと思いますが、いつもいつもこういうふうにしっかりと切れ目を入れて分けることができるわけではないです。でその時に使うのが今回ご紹介するリバーブという方法です。ではね、リバーブの方法をやっていきましょう。
まずこのリバーブを作る方法には2種類あります。一つはこのクリップにリバーブをかける方法、もう一つはこのトラックにリバーブをかける方法、この2つありますので、この2つもご紹介します。どういう風に使い分けるかというと、このトラックにはリバーブというのをかけると、1回かけるだけで、例えば何曲かあって、その曲の終わりごとにリバーブをかけたい場合、そういう場合にはね、このトラックにかける方がね、非常に楽だと思います。1回で済みますのでね、こちらの方がいいと思いますけども、例えばこのクリップの後に続く曲はリバーブをかけたくないという場合、この1個のクリップだけリバーブをかけたいような時には、ここのクリップだけにリバーブをかける、そういうね違いがあります。なのでね、その2つの方法をご紹介していきます。それではね、私は今回は今聴いた曲を使いたいなと思います。この曲も実はですね、見てわかるようにいろんな音源がこうあります。で、最後の方の約45秒間、ちょうどここに切れ目があったので、ここから使うことにしました。なのでこれをまずトラックしていきます。ではこちらの曲はね、さっきの曲と同じです。どこで切りたいかというとですね、だいたい30秒ぐらいなので、ここですね、ここで切りましょう。だいたいこの辺で切りたいなというところで、まずカットします。で、この後ろを消してしまいます。はい、ではね、ここを、はい、ここを今度はリバーブをかけていきたいと思います。曲の準備ができましたら、このクリップを選んでオルトキーを押しながら下にドラッグしてください。で、そうするとね、こういう風にクリップが1個出来上がります。完全同じクリップがコピーされた形になります。それではこの波形を見ながら、一つこう盛り上がるところ、この部分をね一回探します。はい、この部分、ここにリバーブをかけていきますので、下のクリップが選択されている状態、この赤枠になっている状態で、ここの部分でカットして、この後ろを消します。消しましたら、まずはこのクリップに対してではなくて、このトラックに対してリバーブをかける方法をやっていきます。今こういうふうにコピーができましたら、まずオーディオ FX、 この中にずっと下の方に、ここにリバーブというのがあります。これをオーディオのこのトラックにドラッグします。そうしますと、こういうグラフが出てきます。いろいろと触っていくと、どのような効果があるか分かりますので、今回はね、私が使う方法として、ここのリバーブ時間、これをだいたいこの2100前後です、このぐらいにして、ドライウェットの出力の部分を少し下げて、だいたい70前後で1回止めます。で、これで1回聞いてみましょう。はい、こういう風にね、ちょっとさっきとは違う音になります。1回リバーブを切ります。どうでしょうかね、リバーブある時と、これが今リバーブありです。はい、若干変わりましたね。ただし、このリバーブっていうのは、この後ろが何もないと、ここで当然曲が終わってしまうんですね。で、その時に必要なのが、何かクリップ、何でもいいんですけど、何かクリップがあればいいんですけども、今回使うのは、ジェネレーターの中から単色を1個入れてきます。これは映像でも何でもいいんですけども、こういう風に1つ、何かクリップを入れておきます。それで、一回聴いてみましょう。このようにリバーブ、曲の終わりっぽくなりました。もう一回聴いてください。このようになりました。ここのリバーブの長さは、リバーブ時間でこういうふうに伸ばすと、今ここに青く境になっているこの三角形状のもの、濃い三角形がありますけども、ここがリバーブの時間です。あと、このリバーブ時間で少し調整すると、この開始からのリバーブがかかる場所がこういう風に変化をします。プリディレイで少し入れて、リバーブでまた伸ばすと、まあこんな風に変化をかけることができます。あとはここのちょっと部屋のサイズとか書いてますけども、これを少し触ることによって、またリバーブの量が変わります。だいたいこのぐらい、80ぐらいが、まあ、自分の好みなので、だいたいこのぐらいにして、リバーブの方を少しずつこう触っていきます。その曲によって、あと雰囲気によって、若干こういう風に変えていきます。同様に、
ここの今グラフが見えてますけども、ここのオーディオ2の方でインスペクターを開くと、ここにリバーブというふうに一覧で見ることができます。ここの部分のパラメーターというのはここと全く同じなので、ここで変化をかけたものはこっちでも変化が同様にかかります。例えばですね、ここの距離、今 5.23 となっている距離ですね、ここにも 5.23 となってますが、ここを触るとこんな風にですね、距離を触ると同時にこっちのグラフの距離も変化します。同じものがあるので、こっちでやってもこっちでやっても同じ効果を得ることができます。こんな風にトラックにかける場合は、ポイントとしてはこのリバーブをかけるクリップの後に何か映像なり、こういう風に単色なりクリップを置いて、そのリバーブがかかる長さをずっと指定すると、こういう風に長くリバーブをかけることができます。はい、こんな風になってますね。で、こういう風にリバーブというのをトラックにかけることができます。ではもう一つ、今度はクリップにかける方法です。全く今と同じところの曲をじゃあ使いましょう。これをちょっとコピー&ペーストします。じゃあ一回ね、ここのトラックにかかっているリバーブを削除します。はい、今はね、こちらのトラックにかかっていたリバーブを削除しました。それではね、今度はクリップにかける方法です。先ほどと同じようにこのクリップを選択して、オルトキーを押しながらコピーしてドラッグしてください。そしてここをね、先ほどと同じようにカットして、ここを消します。まずここで右クリックを押して新規複合クリップを作ります。ここにはリバーブクリップと名前を変えておきます。はい、今ね、ここにはリバーブクリップという複合クリップが出来上がりました。今作ったリバーブクリップをタイムラインで開くで表示させます。そうしましたら、このクリップを先ほどと同じようにオルトキーを押しながらコピーしてください。コピーしたら、このクリップを、まあ、リバーブがかかる長さでいいですね、3秒ぐらいにしましょうか。今これ3秒伸ばしました。そうしましたら、これをミュートさせます。はい、ここまで出来上がったら先ほどのタイムラインに戻ります。では今度はこのクリップ、リバーブをこれからかけるクリップを伸ばしてください。はい、そうするとここの部分から先が音がないクリップが出来上がります。で、今伸ばしたこの部分っていうのは、先ほどリバーブクリップのこの伸ばした部分と同じになるので、ここからこの部分の長さ3秒間だけ、ここの空白の3秒間が出来上がります。ではここにリバーブをかけていきます。オーディオの中のリバーブをこのクリップにかけます。また同じグラフが出てくるので、先ほどと操作は同じです。リバーブ時間を少し伸ばして、ドライウェットを少し下げて、これで一回聞いてみましょう。はい、このようにリバーブがかかりました。もう一回聞いてみましょう。はい、このようにね、完璧にまるで曲がこれで終わったかのようなリバーブをかけて終了させることができます。で、出来上がった曲にこういう風に映像を入れると、出来上がりはこんな風になります。このように映像が出来上がりました。で、気づいた方もいるかと思いますけども、ここ最後の音を聞いてください。で、急に音が大きくなると思います。で、これを防ぐために、元々のオリジナルのトラックの方の音を少しフェードアウトさせていきます。このように。それで聞いてみましょう。はい、どうでしょうか。だんだんナチュラルになってきました。で、ここの部分を、このボリュームのところ、ここの部分をまたちょっとこうずらして、このミュートさせてる部分を少し調整して、こんな風に調整してやると、非常に終わりがかっこよく、あたかも曲が終わったかのように作ることができます。はい、それではね、今日はリバーブを紹介しました。こちらをぜひ皆さんも動画制作の中に使ってみてください。はい、ということで今日はリバーブについて解説していきました。まあ、リバーブの使い方というのはね、2種類ご説明しました。
トラックにかける方法とクリップにかける方法、どちらも用途によって若干違いますけども、操作方法としてはほとんど変わらないので、これもまた応用してその場の雰囲気やその時の状況によって使い分けていただければと思います。音楽っていうのは動画の制作にとっては非常に大事な要素だと思います。今までちょっと面倒で動画にはあんまり音楽は入れてないという方、動画制作で音楽で非常に悩んでいる方、特にこの音楽の終わり、どうやってもなかなか動画の長さと音楽が合わないなっていうふうに悩んでいる方、こういう方にとっては少し今回の動画が役に立ったんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はこのリバーブについて解説していきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になったという方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回のダヴィンチの館でお会いしましょう。それではさよなら、バイ。このチャンネルではダヴィンチの館のチュートリアルやカメラのお話などを中心にしていきますので、ぜひチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた、さよなら、バイバイ。